はい、こんにちは。沖縄はです。今日は、鉄線を塗っていきます。使う色は、えー、この額に、この3色ですね。オレンジと、ちょっと濃いめの黄色と、あと黄色ですね。あと、鉄線の花びらは、薄い紫と紫、2色使ってます。はい。あと、ポスカも使います。こちらですね。ポスカの極細です。はい、それでは塗っていきたいと思います。この、この花からにしましょうね。 はい。まず中心の額は、この、このオレンジで塗りましょうね。で、次に、濃い、濃い黄色を、塗っていきましょう。まあ、あんまり気にしなくてもね。あんまり結構大雑把でいいです、ここら辺は。 こういうふうにね、濃い黄色で、えー、めしべかおしべかわかんないんですけどね、えー、塗っていきます。はい。それで、あのー、こちらの先っぽの方に、この、薄い黄色を入れましょうね。はい。 ま多少はみ出ても、あの、気にしないで塗ってください。大丈夫ですのでね。はい、こういう風にね、塗っていきます。また、ここね、あの、後で白を入れもしますので、本当に、ざっと塗る感じでいいですね。はい。そしたらですね、次はこの、2色ですね。濃い紫と薄紫で。 花びらを塗っていきます。濃い、濃いっていうか影になってると,ところはね、ちょっとこの紫で塗ります。はい、そしたらこの薄紫ですね。これで。 ちょっとね、あのー、なんていうかな。火が当たってるところを白抜きしてってください。こういうふうにね、白抜きもしましょう。こういう感じですね。ただここにちょっとね、繊維っぽく、こういうふうに入れていきましょうね。はい。 こういう感じですねもうちょっとね、大きく拡大しましょうねはいこの中心の部分この影になってる部分ですねは紫で見えますかね大丈夫ですかねはい、こういうふうにね はい、塗っていきます。この薄紫で、はい、白抜きをしながら重ねて塗っていきます。そ、はい、した仕上げにね、これを、ね、花びらの繊維をね、ちょっと書いていきます。 こういうふうにね、どん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 塗っていきましょう。あんまりね、気にしなくてもいいです。はみ出すこととかあんまり気にしなくてもいいと思います。あとでね、白入れとかもするので、まあ全体的に、なんていうか最終的な形がこう綺麗になっていれば大丈夫なので、今こう、なんていうのかな。そんなに丁寧に細かく塗らなくても大丈夫ですので、こういうふうにね、 今もしかして薄い、薄い紫で塗っちゃってたかもしれないです。あら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 。ちょっと濃い紫でちょっと塗り直しましょうね。はいはいはい。ね、こういうこともあるん、ね、で、あるのでね。まあ、おばあはどっちかっていうと適当な性格なので <laughs>。はい。い。ね。繊維に沿って塗ってってあげましょう。はい。ね。 でも。ううね。ちょっと。花びらのこう繊維をね。意識して描いてあげてください。はい、ここ、まあ、まあ。一応全部塗ってみましょうか。今日はね。はい。一枚の花びら全部塗ってみましょうね。ちょっと時間。かかるかもしれないですけど。 まあ、あの飽きずに見ててください,、はい。で、上から薄い紫を塗っていきます。 そしたらちょっと繊維をこういうふうに付け加えてプラスして書いてってあげますね。だいね、違いますよね。はい。ね、いろんな花がありますからね。鉄線もね、ほとんどこっちでは見ない花ですね。 で、薄い、紫で、重ねてってあげます。はい。で。こういうね。繊維を、書いていきます。なかなかね、あのー。なんていうのかな、こういう。花もね。 こうベタ塗りもそれぞれこう味があっていいんですけど、こういうふうにね、塗ってあげると、なんとなく、こう、大人の塗り絵っていう感じがしますよね。ちょっと影のところは、濃くしましょうね。はい。で、この紫。 薄紫をね。上から塗ります。<laughs> はい、で最後に。このね。花の、花びらの繊維を入れて。はい。それから一番最後にですね。この点線で。 このおしべの額っていうか、このめし、おしべとめしべのところに、白を入れてってあげましょうね。これでね、結構だいぶ見た目が変わってきますんで、ちょっとね、黄色を塗るのもしかしていらないんじゃないかって思う人もいるんですけど、まあ、塗っておいた方が、えー、仕上がりが綺麗ですね。はい。えー、で、ちょっと周りにも、 こう花粉っていうかね、それが飛んでる様子を、ちょっとね、こういうふうに、なんかランダムに、ちょっと点火を入れていってあげましょうね。呼んでますね、誰かが。<laughs> ね、ニャンニャン聞こえますね。はい。こういう感じですね。このように、えー、全部を塗っていきたいと思います。それでは次は、えー、この下にあるこの鳥さんが乗ってる自転車を塗りましょうね。 それでは皆様、またごきげんよう